はい、どうも、アルです。今日はですね、後付け実況になります。はい。で、めちゃめちゃ眠いし、ちょっと今声があまり出せない状況なんで、静かにやります。ということで、やっていきましょう。で、左画面が俺ですね。で、30先をワンニュルイさんとやり方とやった時の、いい試合をまとめてみました。いやー、最近30先をね、やるんですけど、募集してるんですけどね、結構。これ見てくれてる人でもやりたいっていう方なら全然いいんですけど。あ、でも、ある程度できる方でお願いしたいんだけど、CPU やばいにある程度勝てるくらいの方かな、勝ち越せるくらいの方かな、でやってるんだけどね、かなりきつい。でも、運が冴えてます。まだ、前回から動画出してるのは2人目ですね。えげつないよ、本当に。30先なのに、運勝ちするっていう謎。で、俺はこれギリギリ間に合うね。で、ギリギリ間に合って、そうしたら、ここね、これは連鎖が決まったやつ。で、ここ普通だったら赤と青俺狙い行くんだけど、ダブルで。もう赤消せば黄色連鎖になるっての分かってるから、速攻赤のヘキソン狙い行く。で、黄色が予定通り揃って、まあ、これは運だけど、青のピラミッドまで揃うと。素晴らしい。青のピラミッドなくても勝ったかな。で、無駄なラッキーが起こっていきます。でも最近ね、なかなかスピードが出せてるんじゃないかなって思う。で、これ初動クソミスってるけど、まあ、ピラミッドになって、まあ、ミスも少しあるけど、まあ、運が助けてくれてるってのもあるんだけどね。まあ、結果的にね、スピードが結構出てるんですよ。はい。初動は、アホみたいに打ちまくってるだけなんだけど、盤面とか見ず。それでもまあまあまあ。で、これは何を狙ってる？青がめっちゃ来てるね、この時。まあ、似合わないんだ。一応紫もこれ消せるようにしといて、繋がればね、一個でも消えるから。この試合使える試合なのか。サムネの試合がね、正直決まってないんですよ、まだ。で、ここ相手は、ネクストも行かせたら右側でピラミッドを打てたけど、めっちゃあれトリプルが来た。トリプルツモが。で、ここはお互い黄色が間に合う。相手もギリギリ間に合ってくる。相手もスピード速いから、結構俺焦ってたよ。スピードが結構速いとね、焦っちゃうんだよね。で、ここもトリプルツモがめっちゃ来る。で、ここ赤、青、紫が、3色が下にしかほとんどなかったんで、めっちゃラッキー起きましたね。上に黄色はあったけど。で、この試合サムネにしようかなーって迷ってるんだけど、迷ってるんですけど、どうだろうなー。だからさ、話めっちゃ変わるけどさ、眠い時ってなんか、どうやって目覚ましてる？例えば、学生だったら授業中とか、普通に学生じゃなかったら仕事中とか、もう最近仕事中眠くて。で、運転するからさ、結構。眠くて。事故ったらもう大変だしさ。だから、飴舐めるとかガム噛むとかしてるんだけど、無理なのよ。クソ眠い時はもう止めて、ふーって屈伸したりするんだけど。かなりきついんだよね。この勝負ね、見てこれ。ここでもう俺はゴリ押しても技が打てません。で、相手は置いちゃうと、ラッキーが来なければ負けです。ラッキーが逆に来たら俺はもう確実に負けです。カサカサ勝負。で、これはカサカサでは確実に勝てるんだよ。もう一個置けるから。ここ相手が消えてたり、ラッキーが来たらマジできつかった。マジできつかった。こういうの珍しくない？こういう試合になるの。で、今回はね、なんか、さあ、ここっていうね、なんか見どころがあるとかそういう感じじゃなく、なんだろうな、これ相手ダブル間に合います。でも俺はこれ、これをしてもう一個間に合います。お互いダブルみたいな感じだね。今回はね、全体的に白熱した感じだった。前回の30先は、ちょっとね、本当なら死んでるんだけど復帰しますっていう謎のラッキーがめっちゃ多かったんで。で、ここめっちゃギリギリツモが噛み合ったね。ダブル打てますね。
ダブル打てて、ヘキサゴンまで起こると。ヘキサゴンまで起こって、しかもまた無駄なラッキー。まあまあ、今日からそう。今日からね、とりあえず毎日投稿再開します。はい。最近動画マジ出してなかった。で、これは俺は HP 砲の、あれかな?ができて連続で打てます。ダブル。ダブルっていうか連続で。これ良かったね。この試合。今日からね、とりあえず、ぜってなんだ。毎日投稿は再開するつもりではあるんだけど、まあ、できないときは配信したりします。さあ、こっから全ての試合見せようかな。白熱したっていうのが、この段階で27勝27敗なのよ。27勝27敗なのよ。マジで白熱してない?これは。ラッキーで俺が結構勝ってるっていうのもあったんだけど。でもやっぱりね、30先で、普通のオンラインとかと違ってさ、違うのか分かんないけどさ、俺は違うんだけどさ、勝ちたいってさ、気持ちが強いじゃん、こういう時の方が。だからね、置きミスが多くなるのよ、結構。当たり前なんだけど、こういう時の方が。緊張というかさ、あれがあるから。だからね、お互いちょっと多くなるイメージはあるね、30先とかの方が。まあ、それもそれで実力かな。俺はこういう時ミスが多くなるのは実力が低いからでしょうかね。で、ここは相手にもぎ取られると。俺めっちゃ焦ったの。で、今回ね、結構俺が先行してたんだよ。3勝勝ってなんか追いつかれて、また4勝勝って追いつかれてみたいな。そうやってずっと、なんかね、先行してたんだけど、ここに来てね、逆転されるっていう一番最悪なパターン。うわ、このまま俺終わるんかなって。このまま終わるんかなって思って、ずっと思って、いやでも、あんまり数字気にしないようにしようって思ってやってます。残り2発間に合って、でね、ラッキーが結構ね、最後も救ってくれたんだよね。で、ここは緑かな?緑が間に合います。で、相手黄色がギリギリ間に合う。そしたら普通に耐えるので、これは、勝ったのか俺。覚えてねえんだよな、あんまり。ちょっと前にやったから。で、これ相手が青間に合いますね。そしたらこれね、この緑が消費しなくてよかったっていうのが一番でかかった。だけど、降らないし、多分。うん。揃わなかったんだよね。で、ここね、普通ならね、紫をね、見てればね、普通に安全に組めたはずなの。ストレートが。なんか見えてなくて、でも黄色にギリギリ映れて。そしてここ紫とか消えたんで、これ消えてくれなかったら終わってたわ。普通に。消えてくれて、まあ、結構消えやすかったっていうのはあるけど。で、ここ一応ダブルが組めるか組めないか見てから組めないって分かって、で、ここで謎のラッキーが起こって、謎のラッキーが起こって、ここかなりね、ここのラッキーがね、これはワンチャン、このままいけるかもって思って、気持ちが落ち着いたというか、これ来なかったらまだギリギリに戦い続いてて、勝てないとっていう気持ちがあったけど。さあ、ここで29取れてたのかな?あれ ?29 だよね。29の28? あれ?なんでさ、後付けなのにわかんねえんだよ、何勝何敗っていうのが。多分29の28だね。あ、違うね、これ。28の27なのかな?あれ、28の28か、これで。この時点で。で、相手ストレート組んできて。こういうところ見ると。で、このヘキサゴンしっかり覚えましょう。これ、強くなりたい人は。あの挙動を。めっちゃ使うんで。で、ここね、ダブル狙おうと思ったの。ご利用してれば、ネクストのこの次のつもりでさ、ダブル組めたの、ダブルヘキサゴン。で、ここで刺さってたなら、いや、ダブルヘキサゴンだったら狙いけばよかったってなったけど、まあ刺さってないんで別に大丈夫ですね。
だからこう青消してもあれだなって思ったからもう速攻で揃えた。青消しても来てたんでね、来てたっていうかもう組んじゃったから少なかったから。でこう相手が紫を狙ったんだけど、青組んでたら速攻で組めたけど、でここでギリギリミスすると、これむずいよな。ここで29の28だ。で俺が王手を先にかけられる。でここ負けたらもう俺多分負けるなって思ったから、ここ全力でやってます。ここ全力でやって、お互い緑位置なんだけど不正します。最後の最後の王手でラッキーきます。でもねこれちょっとねめっちゃ焦ってる俺。相手黄色消したら緑確実に起こるから、ここの黄色のストレート打てたのがでかいんだよ。ここ打てなかったらね、相手が黄色のピラミッド打ててたんで、それが入ってたもんね。そしたら終わってた。もう完全に終わってた。最近ね、とりあえず30席っていうのをね、猛者たちとやってるんで、よかったらね、ツイッターで今のところはね、ごめんなさい、やってないっていう方ごめんなさい。ツイッターで今のところは募集してます。今後わかんないんだけど、何かツイッター以外で募集するっていうのは、今のところはツイッターです。はい。ということで、頑張ります。頑張ります。毎日投稿頑張ります、今日から。